あらわっしょい風 is Hi, so what's up everyone? So my name is Kaze. Today I arrived at Narita Airport. So today my video is kind of different because I speak English now. Why? Because I just arrived here. Then I walked to the smoking area. Then I found someone who is you wa nani shi ni Nippon e. So if I speak English, then you know, like I don't have a suitcase. I have a like backpack. It's a, like a foreigner, right? Then if I wear the sunglass, almost Korean, right? It's almost Korean. This is a gentle monster. So maybe the guys will ask me, You wa nani shi ni Nippon e?ということでですね、成田空港到着しました。ただいまから海外に向かうんですけども、すごいね、今 You は何しに日本へが取材されてました。めっちゃビッグガイがね、なんで日本に来たのか、聞かれてたんですけども、そんなことよりもですね、動画を進める前に今日はなんとなくスーツケースじゃなくてバックパックで来たんですよ。はい。でこのバックパック重すぎるから一回預けてきます。ちょっと待ってて。はい、ということでですね、ちょっと腹減りすぎたのでラーメン買ってきました。うわー最高です。そして見て、成田空港こんなとこで飯食えんの知らなかったんだけど、滑走路で食えます。ということで、今からですね飛行機に乗るんですけども、本日カゼライフ、ただいまから飛行機に乗ってバリ島に向かいたいと思います。はい。今回カゼライフで初めてのインドネシアっていう国のバリ島なんですけども、何カ国目だ、20何カ国目、もう分かんないけど、まあ、バリ島は本当に誰もが知ってるほど超有名な国で、2022年コロナがあった時に37万人の観光客数だったんですけど、ただそっからコロナが落ち着いて去年237万人が、バリ島に訪れてるらしいです。俺結構 YouTube 始める前とかに海外の超すごいとこでアクティビティしてるみたいな映像とか、なんかめちゃくちゃ見てて、そういうのもね、俺海外行きたいと思った理由の一つなんですよ。でね、そういうとこでよくインドネシアのバリ島ってそういうとこでね使われてる場所ですから、今回はねバリ島行って超神秘的な他の国ではない島々を楽しんでいきたいと思います。そしてですね、今回ね自分のバリ島の飛行機、往復で8万円でした。でね、今からね成田から香港に行って、香港からバリ島に行くんですよ。でそういう経由の飛行機で自分の飛行機が8万円ぐらいでした。一応ね直行便も出てて、直行便になると10時間ぐらいだったかな、10時間ぐらいで15万とか14万、えぐいとこは20万とか。まあね、東南アジアの一種で人気のタイとかフィリピンとかに比べたらちょっとね、飛行機代は高くなるっすけど、バリ島大自然が広がってると思うんすよ。でね、最近マジ大事件だったのが、俺の携帯のカメラのレンズが思いっきり壊れたんすよ。だからもう写真撮れなくなっちゃって、っていうことで見てください。 iPhone15 Pro にしました。昨日ね iPhone15 Pro にしてバチバチやってきたんですけども、とりあえずねこのバリのためにまず iPhone 代20万かかってます。でわざわざね20万かけたから、めちゃくちゃすごいものを皆さんに見せるつつ、めちゃくちゃすごいものを俺も見に行こうと思います。ということで、まあ、そんなね長々と話しても皆さん早くバリを見たいじゃないですか。っていうことで、もう香港の経由はほぼカットぐらいの勢いでバリに向かいたいと思います。それでは皆さん、カゼライフインドネシア編開始。わあ、いいですね。やっぱ飛行機乗る前ってワクワクします。はい、ということで着きました。バリ島電波サール
空港でございます。よいしょ。いいね。今ね、SIM カードをやってきて、もうこの辺めちゃくちゃあるんで、もう電波サールついたら、とりあえず SIM をね、ここでやったらいいと思います。それがね、オンラインの SIM、それを使ってやってもらって、でですね、空港着いたらまずやることって言ったら、まあその携帯関連のこと、あと両替とかもすぐそこにあったんで安心してください。ただね、空港の両替はレート悪いって言われるから、それは皆さんに任せます。まあSIM カード、両替、この2つの次にやらなきゃいけないこと、これタバコ吸いに行くことよね。分かってるよ。でね、ここで朗報でございます。タバコ吸いに行く場所なんですけど、まあこう突き進んでったらね、こういう風になるところに出てくるんですよ。で、あそこに客引きがいっぱい待ってて、あそこの反対側、こっち、この先でございます。はい、あっちにタバコ吸う場所あるんでね、皆さん行きましょう。はい、ということでバリに着きまして、多分ね、ホテルとかでタクシーを呼んだ人はみんなね、ここにいると思う。だからここから自分の名前探して行けば完璧でございます。そしてね、バリはグラブっぽいの。だからグラブ呼んで、この辺で待ってたら多分来るから大丈夫です。ただし客引きが多すぎるので気をつけてください。あ、大丈夫です。 iPod タクシー、 iPod タクシー、あ、ホテル、こういう感じで逃げてください。自分はね、ホテルね、今回ね、空港の近くに撮ったんですよ、いろいろあって。だから歩いてちょっとホテルに向かいたいと思います。ということで歩いて10分で着きました。今回泊まるのがこちら、ぬかビーチイン。まあね、今日ね、いろいろあって一泊だけここ軽く泊まるんですけど、すごない？めっちゃバリじゃない？うわうまそう。すげえ。皆さん、こんななんかすごいホステルなんですけど、あ、ここは違うのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、ここはあれか、寺みたいなやつか。あ、ここですね。ここなんと一泊1000円でございます。Hello? Is this Nuka Beach? Yes. I want to check in. Check in 2 p.m. 2 p.m. Okay. Can I put on my luggage? Okay. Thank you. まあですよね。今朝の8時とかなんですよ。でも2時からチェックインだから、ちょっと1回荷物を置かせてもらって、でチェックインの間に街へ繰り出そうと思います。ちょっと待って。三河って。安城市愛知。愛知の三河。3年で働いた。トヨタで働いてました。トヨタで働いたの？すごい。どんな仕事してるの？これ YouTube。ウルチョコポール。3年で仕事してる。日本帰って、その後こっち HIS 仕事して辞めて。何の仕事？ HIS。HIS。辞めた。エッチな仕事って聞こえちゃった。もう辞めたらもうその後自分の仕事してる。でも自分の金ローンして自分の車買って、なんか今いろいろ自分で仕事してる。うわー、すごい。完璧。で、お名前が？俺名前チョコボール。チョコボール。知ってるチョコボール。知ってるよ、チョコボール。マジで。なんで知ってるチョコボール？いや、もちろんそこ一番有名てる。テレビ見たもすごいチョコボール一番有名な人。あ、本当に？石橋とか乗れたけ竹中の音寝てると思った。なんだっけ、なんだね、もう見たことなしぐらいな。名前を教えて。あ、カゼ、カちゃん、チョコボール、チョコボール、チョコボール、マイチュー。やっぱり初めてなの？まあいろいろ勉強してください。ありがとうございます。おはよう、ママ。なんだっけ、これからどこ行くの？はい、ということで、チョコボールさんと長い長いお話を終え、すごいね、あんなに日本語喋れるのすごくね、普通に。ということでですね、今せっかくバリ島来たし、こっから、まあなんか食べれたら食べて、でクタビーチっていうのが、バリ島のね超有名ビーチだから、ここに向かいたいと思っております。なんですが、ちょっとね、和江さんね、ちょっと聞いてくんね。マジで大事件起きた。本当に大事件起きたんだよね。この大事件のせいでさっきまで結構ガン萎えしてたんですよ。っていうのがですね、この動画をね、最初の方から振り返ってほしいんですけど、
自分を香港で乗り換えて、でここからバリ島に来たんですよ。でですね、東京から香港に行った時に寝方ミスってこんな感じで寝ちゃって超頭痛かったの。めちゃくちゃ頭痛くなっちゃって香港の空港 でだからもうネックレスとか外して帽子も取って、で空港で寝たらもう回復してもう大丈夫なんですけど、あの、ね、そこで事件が起きて、香港の空港でね、帽子なくした。もう最悪、もう本当に最悪。もうあれ一番気に入ってる帽子なのにマジでないんだけど。てか逆に聞きたいよね、どうやったら帽子なくす、どうやったら帽子なくす。しかもこれすごいなって自分で思うのがね、本当になくした心当たりがないんだよね。いやマジでどこだっけ。いや飛行機を出た時はかぶったのは覚えてんだよ。で香港の空港で頭痛いから帽子取ろうってまでは覚えてんだよ。そっから覚えてないんだよ。なんだっけな。そんであの帽子はね、まあ、海外で買ったんですけど、ニューエラの帽子なんだけど、結構俺キャップ好きで、海外には海外にしかないこのニューエラのキャップとかあって、結構気に入ったのあったら結構買いたくなるんですけど、今持ってる帽子の中でもあれ一番気に入ってて、あれ日本売ってないんじゃないかな。いやマジで慣れてるね。だから今こう街の方まで歩いてきてるんですけど、こうやって街を歩いてるとなんかこういうローカルショップみたいなのがあって、こう歩いてて気づいたんだけど、バリ島のローカルショップね、めちゃめちゃキャップ売ってるんですよ。もうほぼここで買うためにこれ帽子がなくしたと言っても過言です。それは過言。あっちが良かったよね。自分のやつは一番気に入ってたんだけど、まあもうこの機会だし、これもう日差しやばいんですよバリ。だからちょっと1個買っとこうかなと思います。ということでまずスタービーチに行く前に、ローカルショッピング開始。いやだべ、だべたもいて、ここなばるばるて。How much? Yeah. How much this? Yeah, good price. How much? 150 lah. 150? Yeah. 安いね。ええ、本当、15万ルピー高え。さっき500万ルピーって言われたんだけど。あ、ルピーこれはダメわね。これはバリバリ。うわなんか、うわこれいいけどな。まあ普通に無難に、これ値引き対決始まると思ったけどさ、よくね。 OK, so can I get this one? イエーイ。名前、あ、カゼ。カゼ親指の爪長いね。何親指の爪。ありがとう。ありがとう。Why? ありがとう。なんで爪長いの。あこれ、いた痒いからね。めっちゃ書く人だ。あ、Thank you. 15万ルピーね。15万ルピーね。はい。10万？ 10万。もう5万。これ？ありがとうございます。ありがとうございます。もう一個はね、これはネックレス。あ、それはね、まあいいや。ね、これ切ってくれる？あ？これカットできる？これ？うん。そうやっていくのね。ありがとう。ありがとう。ありがとうね。バイバイ。あ、いいじゃん。今ね、さっきね、歩いてたらね、帽子買うかって言われて、いくらって言ったら、5000円って言われたんですよ。5000円は嫌だなと思って、もう俺が失った帽子が5000円だったし、5000円は嫌だなと思ったら、普通に、いいねで1500円って言ってきたね。多分、もしかしたらもっと安くできると思う。もっと安くできると思うんだけど、こういうのはね、ぶっちゃけて自分が言うっすけど、日本でこれ大体買ったらいくらかとか、自分でね、納得したら買うぐらいでね、いいと思うよ。俺これ、なんか、まあ、2000円って言って2500円だったらキャップ買おうって思ってたんだけど、いきなり1500円って言われたから、全然これでいきます。だからね、そういう風にね、買い物をするとね、ちょっとね、やりやすいと思う。っていうことでですね、なんかもっとあの値段交渉バチバチバトルになるかと思ったんですけど、なんか全然良かったからビーチの方向かいたいと思います。はい、ということで着きました。こちらがクタビーチです。あ、見てこちら、ディ反対クタ。うわーすげー。バリといえばサーファーの街なんですよ。サーファーの街クタビーチにあの海でございます。どうぞ。
うおめっちゃサーファーいる。波高いね、クタビーチ。すげえ。すげえ。うわ、やばいね。ちょっとこの景色見て。なんかかっこよくね。あ、やばい、終わった。あ、痛い、痛い。いでー。どうですか皆さん、クタビーチ。まあ、あの本当に毎回クタビーチとかオーストラリアの超有名なビーチとかなんかまあ行ったりしたんですけど、こういうビーチってマジやることないよね、うん。まあ、以上ですかね、はい。ただね、やっぱせっかくだしこのままビーチでなんか食べましょう。食べれるのかな、ちょっと行ってみます。こんにちは。こんにちは。元気ですか？元気ですよ。 Is this Migoren? 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 How much Migoren? Migoren? Oh, 大丈夫かな? You, okay? Yeah? うん。 Good, good, good. Good? Ojiri, ojiri. え? Ojiri. Ojiri? うん、あの、一個にいくらか答えてくれないのはなんで? いけないこと。え、なんでなんでなんでめっちゃ戦ってる。ないない、その、その、その、いつ。いつ、バゲルボ、バゲルボ、バゲルボ。バゲルボ、バゲルボ。あっち行くの、俺。いや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 。どうもどうもどうも。Where are you from? ジャパン。ジャパン、ジャパン、いやいやいや。あれ Did I order ミゴレン? I have ナシゴレン。Red rice。あ、ヌードル、ヌードル。ヌードル、I have。Yeah. Still order. あれ、あの人作ってるの、俺のミゴレン。Still order, yeah. Still order?Yeah, I have. Are you ordered here? Here? It's okay. Oh, Diana, my mom is going to go. Hey, これどうなってんの? Hey, no, 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 no,Is this mine? Yeah, for you. With egg. With egg, thank yeah, you. With you want spicy? Little bit. Chili, chili. Just a little. すごいよね、見て、ビーチでさ、あんなコンロ炊いてこんなキッチン料理してるってすごくない？で、この超手作り感の。最近、ドバイ行って、サウジ行って、中国行って、で、バリ来たけど、東南アジアいいね。これ最高だね。だって見た、ドバイで見た、これ、ドバイでこの木の素材見た。そしてこんな虫食いレタスドバイにはないよね。わお、Thank you, thank you。 ありがとう。あ、OK、Thank you、Thank you、Thank you。チリね。アパダント、アパケチャップ、ケチャップ、ケチャップ。あ、ケチャップ。いや、オッケー、Thank you。ケチャップ、ケチャップ。はい、ということで、来ました。インドネシアの名物料理ミーゴレン。これな、めっちゃおもろいのがね、このお皿超かわいいやん。このお皿絶対に日本にはないよ。これだってこれ底がね丸くなってて。危ない。はい、ということで食べていきたいと思います。ミーゴレンは絶対にうまいよね、多分。いただきます。これはうまいわ。焼きそばみたいな感じなんですけど、うめえ。で、この卵入れるって言っちゃったけど大丈夫かね、この卵は。いただきます。まあ、うまいんだよね。うん、うまいんだよな、マジで。美味しいです。しかも意外と量あっていい。じゃあこれ食って今回のバリ編どういうものにしていくかちょっとみんなに伝えたいと思います。それじゃあ食ってビーチへレッツゴー。
はい、お疲れ様です。っていうことでですね、今回バリ編が始まろうとしております。てか始まりました、そしてですね、今回のバリ編はめちゃくちゃね、遊ぼうって思っております。やばい、最近遊びすぎてる。まあ大きな理由の一つとして、まずね、バリって観光でめちゃくちゃ人気の国なんですよ。でやっぱそういう人たちに向けてどういう遊びができるのか、東南アジア、タイ、フィリピン、すごい人気の国じゃないですか。まあバリとね、なんとなく似たような雰囲気があるんじゃないかなって思うんですけども、バリにしかない特有の良さっていうのをね、いろんな遊びをしてみんなにね伝えて、まあタイとフィリピンとバリどれに行こうかなみたいな人に、分かりやすいようなバリ編にしたいなと思っております。でさらにね、まあ、バリはバリで特有の文化みたいなのもあるらしくて、すごい興味深い文化を知りました。だからね、それを皆さんに届けられるような、ちょっと学べるような動画も今回のバリ編はやっていきたいなと思ってるんで、ぜひインドネシアバリ編楽しみにしておいてください。ということで今日の動画はこの辺で終わるんですけども、今回ねこうやって見てください、超最高のビーチと、もうたくさんの観光客、まあ、いろんなね魅力が詰まったバリ島に来たんですけども、今回のバリ編でたくさん遊ぶ大きな理由の一つになってるっていうのをね、皆さんに伝えました。ただしですね、実際にはもう一つ理由があってですね、それがですね、今回のバリ編めちゃ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 楽しまないと、お気に入りの帽子を失ったショックが忘れられない。インドネシア人美女とデートしてくる。やべえ、ハイカーン、やばい。